相続登記のオンライン申請の注意点や手順など。この動画、記事はこんな方におすすめ。オンライン申請について知りたい方、土地、不動産を相続する方。ポイント1、相続登記の申請には窓口申請、郵送申請、オンライン申請がある。2、戸籍や遺産分割協議書などは郵送または持参する必要がある。オンライン申請のメリットは自宅やオフィスなどどこからでも全国の法務局に申請できることです。登録免許税についてはインターネットバンキングで納税します。オンライン申請をしても遺産分割協議書などの必要書類は郵送か持参しなくてはなりません。また添付書類に不備があった場合、申請の受付日から2日以内に添付書類を提出しなければいけません。相続費用見積もりガイド。